こんにちは、吉谷さん。吉谷さんもね、ネタライブ配信してましたね。ネタところをライブ配信で、私がすごく面白いライブだなと思ったのは、そのなんていうんですかね、すごく可愛い女の子がね、その腹筋をしてるところをライブしてるんですよ。で、一緒に腹筋しましょうみたいな感じで、そのショートパンツっていうかね、短パンみたいなの履いて、で、アングルがちょっと下加減からこうやってね、こうやって起き上がったところ、この辺が映る、ちょっとなんか陰微なやつなんですけども、それだったら頑張ってやろうかなみたいな気になる人もいるんですよね、きっとね。まあそういう姿をじとーっと見てる人もいると思いますけども、単なる腹筋をしてるところもね、そういうふうな価値提供になるっていうかね、最近はどういうわけかね、その昔の学校のブルマン姿で20代ぐらいの女の子がいろいろ運動してるところとかね、グラウンド走ってるところとか公園で遊んでるところが人気みたいなチャンネルがあって、これはでも大丈夫なのかなと思ったけど、大丈夫ですよね、単なる体操服だから、うん。であとね、なんですかね、まあ筋トレ美女みたいなのもいるんですけども、それは結構ね、筋肉ムキムキでかっこいい女性だったりするんですけどもね、まあそういう風なエッチなやつじゃなくても、まあなんていうのかな、男性バージョンもあるんですよね。だ、男性がその筋トレをしててそれと一緒にやろうよみたいな動画ね、それはなんか結構モチベーション上がっていいなと。音楽付きとかだったり、あと掛け声してくるんですよ。7、8、はい、9、10、みたいな感じでね、さあこっちも力入っちゃうみたいなんで、いろんな価値提供あるなと思う中で、昔ね、私がね、やったバイトの中ですごく面白いのがあったんですよ。で、バイト内容はその人づてで知らされたんですけど、先輩から知らされたの、大学の時に。で、そのバイトってのは大体2時間ぐらい拘束するよって。で、現場に行って腕を組んでずっと無言でいるだけっていう仕事なんですよなんだそれやと思ったんですよ。なんだそれやと思うでしょ。これがね、なかなかいい仕事で、今でも通用するかもしれないんですけども、じゃあ先輩に言われた通りに待ち合わせ場所に行きました。で、普通のジーンズに上パーカーで行きました。そうするとね、なんか向かいの車が来るんですよ。で、向かいの車に一人、まあ、普通の人がね、サラリーマン風の人がいて、どうもこんにちはみたいな感じで連れてってもらうんですよ。行った先が中古屋です。中古屋さんで、そのサラリーマン風の男性が中古車はね、選んでるんですよ。で、そこで横でこうやってしかめつらで見てるだけみたいな仕事なんですよね。で、そのサラリーマン風の人が中古車の販売店さんの人にこう聞くんですよ、いろいろ。この車どうですか、ああですかとか、どのぐらいの年数ですかとか、なんかちょっと故障箇所はありますかとか、傷はどうですかって聞くんですよ。その間ずっと私はこうやって見てるだけというね、なんか無言の圧力をかけていくと。そうすると、なんか知らないけど、それだけで4万円値引かれたらしいんですよ。で、私は8000円もらったみたいなねなかなかいいバイトでしょ、これ。いや、これ何なんだろうなと思ったら、その中古車屋の方は車に詳しくない方に対してはちょっとね、利罪を出すらしいんですよ。でも無言でずっとしかめっ面で腕組んでる人がいると、もしかしたらバレてるのかなっていうふうに勝手に勘違いして、そうですね、ちょっとこれは傷があるところがここなんですよとか、ハンドル回してもらうとちょっとこうね、泣くんですよ、だからこれちょっとね、安くしときましょうかみたいな感じで話が進んだらしいんですよね。で、私は終始こうやってるだけなんですよ。こうやってほってやってるだけと。私も意味が分かんなかったんですよ、当時運転なんてしたことなかったんで。ただこうやってるだけと。で、絶対笑うなって言われてたんで、こうやってましたね、こうやって、で、言われてました。それで8000円もらっちゃったというね。これ今でもこんな仕事あるんですかね。本当にいろいろ考えることがね、考えるやつがいるもんですね。まあ中古屋さんも4万円値引いてもまだね、利益が出てたと思うんで、普段からかなりのリザーつけてる、そんな時代だったのかなと思います。まあ私が大学生の時ってのはまだまだね、今と違って景気のいい時代だったんで、結構ぼったくりの中古車が多かったらしいですよ。で、ぼったくったからといって中古車がそんなにね、粗悪なもんじゃなくって、結構車売れてたんで、中古も、まあ、だから良かったんじゃないですかね、ということでございました。昔のことを思い出したんでね、どんなものでも価値になると、私の腕組みすら価値になるみたいなことをね、ちょっとお話ししてみました。いってらっしゃい。